嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> 先日行われたバイデン VS トランプの討論会で、バイデンさんの老化人口がひどく、終始トランプに罵倒されていてかわいそうだけど、面白い勝つ討論会でした。トランプ勝ちますかね。いやー、あのね、多分ね。だかね、僕そのトランプ勝つ未来しか見えないっていうふうに言ってたんですけど、あの、ちょっとね、あの、ひょっとしたらトランプ負けるさんか、トランプさん負ける可能性あるかなと思ったのが、あの、民主党の人たちがトランプと バイデンさんでぶつけたらもうバイデンさん勝てないよねというのを共通認識になったんじゃないかっていうのがむしろ僕はそれプラスだと思っててなのでトランプさんに負けるんだったらバイデンさん押さない方がいいよねというのが民主党内で多数派になるとバイデンさんに続投をやめさせるという選択肢が生まれるんですよ要するにバイデンさんとトランプがこのまま行くと 多分僕が見てる限りやっぱり7割以上はトランプ勝っちゃうんですよ、トランプさんが。でも民主党の人たちがこれもう負けちゃうよ。どう頑張ってもバイデン応援してたら俺たち負けるよ。であれば他の人をした方がまだ可能性高いよねっていうふうに民主党内で結託してバイデンさん降りてもらえませんかっていうところでバイデンさんが降りるという判断をするとひょっとしたらトランプさんに勝つっていう 白人のの民主党の大統領がが出るる可能性があるんですよ映画のポスターのようなトランプ氏の写真、不屈の大統領というアメリカ人の大好きな状況、バイデンさんを下ろしてもトランプ氏にはもう勝てないでしょう要するに、女性と黒人だとトランプ大統領にやっぱり勝てないんですよ、白人男性というだけに強いから。なので、その白人男性を応援したいよねと思うアメリカの白人男性って圧倒的に多いんですよ。 で、トランプとバイデンだったらトランプのがいいよね。でもそこで、若くて、不倫もしてなくて、トラブルも起こしてなくて、経理裁判にもかかってなくて、で、それなりに政治的実績がある民主党の人が出てきたら、まあ、この人でもいいよねっていう形で勝つ可能性があるので、まだそっちの方が未知数なんですよ。要はトランプさんとバイデンさんだと、もう見たい体もうみんな心の中決めてるんですよ。誰に投票するか。でも、トランプ、バイデンじゃなくて、トランプ VS 誰かだと、 そっちは未知数なので、ひょっとしたらこっちにだったら何か伸びるかもしれない。できることがあるかもしれない。この人だったらこういう形に行けるかもしれないみたいな、その、7-3でトランプ勝つよねと言ってる僕も未知数だとすると、それの人がどう動くかわからないし、その、どう立ち回るかもわかんないので、ひょっとしたらトランプさんの勝率は下がるんじゃないかっていう、そういう期待感があるんですよ。トランプ氏が大統領になると、ウクライナへの支援も薄くなる。 長期戦にすればロシアの勝ち、欧州も支援しても意味ないかも、となるので、短期では兵にする方向に傾くということで、ウクライナ、ロシア周りが落ち着いて、欧州経済が復帰するのは遠くない気がするなとた例えばあの、ウクライナの大統領が、その、元役者です政治経験ありません。で、昔、あの大統領役でドラマで超成功したことがあります。 いやいや、そんなやつがうまくいくわけないじゃんって多分世界中の人が思ったと思うんですよ。ところが、ロシア・ウクライナ戦争が始まってみた途端、多分歴史上一番優秀な営業マンはゼレンスキー大統領なんですよ。要するに、ウクライナが支援している国に対して何かを返すって、まだ全然言ってないんですよ。あの、チンコでピアノ弾けんだけど <laughs>。 ないんだけど。で、でも、そのアメリカからめちゃめちゃ兵器いっぱいもらって、ヨーロッパからもお金と兵器いっぱいもらって、で、日本からも支援金と、あの、防弾チョッキとかいっぱいもらってってのその、もらった額ランキングでいくと、多分史上最高額もらってるんですよ、ウクライナは。で、その営業はやっぱりゼレンスキー大統領の結果なんですよ。 ゼレンスキー大統領がずっとウクライナ製の,あのセーター着て、で、現場に立って、で、戦争はまだ続いてます、で、俺たちの仲間がこれだけ死にましたっていうのを、ずっとやり続けて、日本から大量のしゃもじを送ってるわけですよ。トランプ氏が大統領になると、ウクライナへの支援も薄くなる、個人的にはバイデン大統領が勝った方がまだマシだと思うけど、いろいろ見てる限り、トランプ大統領が勝つ確率が高い気がしてます。民主党が勝ちますよ という情報があれば知りたい。バイデン氏が降りて、オバマ氏が再挑戦するとか。もう、ウクライナの人、大感謝だ。日本からこんないっぱいしゃもじが来て。<laughs> っていう感じで、割とあの、こう、世界中からいっぱいしゃもじを集めてるんですよ、ゼレンスキー大統領は。<laughs> っていうのがあるので、なので、あの、営業マンレベルでいくと、めちゃめちゃレベル高いんですよね。でもそれは、もともとのその、あの、下半身でピアノを弾くような役者が、そんな能力あるなんて思ってなかったじゃないですか。 でももう今、しゃもじのおかげで、割とあの、ライね、頑張ってるんですよ。っていうのがあるので <laughs>、ピアノ消毒してるのかどうか知らんけど <laughs>、なので、割とその、あの、未知数な人っていうのが増えると、その未知数な人が出ると、結果が読めなくなるっていうのがあったりするので、なので、民主党が全然別な人を当てるっていうパターンでいくと、結構まだ未知数の部分はあるんじゃないかな、というふうに思ってます。 皆さんもあの家に強盗が来たときはしゃもじを持ってるといいんじゃないかなと思いますけど、ね、しゃもじ大事だよね,ってね4月6日の調査で、共和党予備選でトランク氏に投票するという人は58%と大幅に増えた、トランク氏が起訴されて支持率が上がるといったときには、日本の人には理解しがたかったようですが、実際に支持率が上がってる模様 えー、ひろきさん4年前に2024年のアメリカ大統領選挙にバイデンさんもトランプさんも出馬しませんと言ってましたが、あの時の読みと状況の違いを教えてください。そんなこと言ってたんだ。へえなんでだろう。なんでそう言ってたかをなんかちょっと教えてもらえませんか <laughs> 多分あの、僕なりになんらかしらの理由があって言ってると思うので、その答えを知りたい。で、多分あの、あの当時で行くと、 トランプさんの選挙が始まっていて、で、有罪判決を受けて、刑務所に行く、もしくは、あの、財産の差し押さえになるっていうので、それどころじゃないよねっていうので、多分出れないっていうパターンじゃないかなと思ったんですよね。で、段階はされませんでしたっていうのと、あとニューヨーク州でやってる、あの、刑事裁判の方は、未だにやってる最中なので、結論出てません。んで、えっと、財産の差し押さえも未だにそれが、 確かにどっか別の州で差し押さえが1回出たけであとインディアナ州かイリノイ州かどっちか忘れたけどでどっちかではそのなんかあの大統領選挙の候補者として名前をその選挙人に登録できないみたいな判決が一応出たらしいのでなので州によってはそのトランプさんが。 年齢的に言っちゃうかそれはバイデンさんそうですね80超えるからもうだめだろうっていうので,で僕トランプさんも多分その一回刑務所入ったら人って折れちゃうのでなのであの折れるんじゃないかと思ったんですけどトランプさん全然折れないっすね。<laughs> そういういでうとあの 心が折れないっていうところで言ったら、ちょっとトランプさんは予想を超えましたね。まあ、刑務所入ってないんで、まだ折れないかもしれないですけど、でバイデンさんは、まあ、年齢なので、僕は勝てないと思ってるので、なので降りた方がいいんじゃないかなっていうふうに、民主党の中で割と話が広がって、やっぱりバイ、そのバイデンさん以外の方がトランプさん、もしくは共和党に勝てるよねっていう流れになるかと思いきや、民主党の中で、バイデンさん以外の強い人が出てこないっていうので、結果として。 バイデンさんが身を引くこともなく出ちゃうっていうので、そういう味で僕の予想が外れた感じじゃないでしょうか。おました。チャンネル登録お願いします。w h o s fault? It's our fault or your f a u l t w h o s fault?Okay, okay, o k a y c h o o s e w h o s f a u l t n o いや、いの。いや、今、つらいですよ、ね、どこですか、うん